皆様こんにちは。今コンサートを終えたところです。本当に私の大好きなこのホール、毎年このところ歌わせていただいているんですけれど、私も初めはこのホールがこんな素晴らしいところにあるなんて夢のようだったんです。あの世界の巨匠リヒテルさんがやはりこの風景の中でそびえ立つ建物ではなくて自然と調和した音楽堂を作ってほしいという、まさに本当に夢のようなお話ですよね。それを実現したホールです。そしてお客様がこの自然の中の空気をたくさん吸いになって、自然の春夏秋冬、その素晴らしさを感じながら散策をされてから音楽堂に来られ、ゆったりとした中で一つずつの音を楽しまれる、もう本当に贅沢だと思います。私もまさか東京からこんな近くにこんな素晴らしいホールがあるとは知りませんでした。今まで大きいホールで歌うことが多かったので、本当にこのぐらいのキャパシティで、しかもお客様が刻々と変わっていく自然の風景、有形になっていく素晴らしさ、富士山が見えたり、そんなこう光景を目にしながら音の素晴らしさを楽しんで、想像力をどんどん育んでいただける、そういうこうお互いに共感できる、アーティストはやっぱり自然に触れると本当に何でしょう、インスピレーションが湧くんですね。私もいろんな音楽祭に行きまして、野外コンサートもしましたけれど、それと同じようなここはインスピレーションを感じさせてくれます。ですからどうぞ東京や都会にお住まいの方もいいホールがたくさんあると思いますが、ここの八ヶ岳の高原、ここの音楽堂はもうとびっきり素晴らしいので、ぜひ一度体験していただきたいと思います。そして私もまた歌わせていただけたらと思います。本当に皆さんいらして、とにかく音を楽しんでください。